はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。です。よろしくお願いします。さあ、昨日の動画を見たときですね、皆さん気づいたでしょうか、違和感に。違和？はい。全然違和は感じんかったよ、俺。違和を感じた方、あなたは、まあ相当すごいですわ。まあヒントは僕のスキンだったんですけど、まあ後半に至ってはずっと帽子かぶってたんで、はいはいはい。気づくことすらできなかったと思うんですけど、前半多分ね、どっかで映ってるのかどうかっていうところ。編集の仕方にもよるんで、はいはい、なんとも言えないですけど、まあ実はですね、昨日からスキンが変わっていました。なるほど。はい。どこが？どこがってなるでしょ。僕の視点だと、本当どこがって感じなんですよ。ちょっと飛んでみますね。はい。この辺まだ普通。この辺まだ普通。はい。こうなった時にすごく見えます。はいはい、すごく見えます。視聴者さんにはもうバッチリ。バッチリ。バッチリ見えてますね。とりわけで、私、コミチン、10円ハゲデビューしました。めでてえことなのか。いや、マイクラ界ではですね、10円ハゲができる、大成すると。なるほど。聞いてますので、かの巨匠、カズクラもですね、10円ハゲができてから、大成したと聞いておりますので。なるほど。カズクラは頭のてっぺんやけど。はい。僕はですね、左のこめかみの後ろらへんですかね。あ、はい、側頭部。ほんで、ハゲてるやん。はい。ハゲてるやん。インベントリーするとね、非常によく見えます。これは、ビジネス10円ハゲではなくですね、昨日のコミチンチャンネルに上がってると思うんですけど、タイミング的に。まあ、ハゲたんですね、本当に。10円ハゲがね。はい、本当にハゲましてね。詳しい方、まあ、閲覧注意ではあるんですけども、実際に動画もね、撮りましたので、そうだね。気になる方は、ぜひぜひ、コミチンチャンネルの方、登録してから見てくださいね。ね。あれは衝撃の映像だったよね。ちなみに、あの動画を撮るとき、何も言わずに撮り始めたっていうね。そうなんです。俺たち、俺とアニキーズは知らなくて。そう、何の動画を撮るとか言わずに、とりあえず回していいですかみたいな。そうだよね。で、しかも結構神妙な面持ちでさ、喋り始めたし、なんかよく見たら、ちょっと顔色悪くないとか思って。大きな病気と思って。すげえびっくりした。10円ハゲはですね、なんか突発的な、原因不明な病気というか。誰でもなるんや。なんか遺伝でなりやすいとか、らしいんですけどもね。そうなんだ。僕をその辺で見かけた時ですね、髪をかけ上げた瞬間、10円ハゲが見えるかもしれない。なるほど。今後だからあれじゃん、イベントとかで、あの例のあれ見せてくださいとか言われるようになるじゃん。例のあれ。大変ですね。髪型崩れるし。例のあれ。ただわざ見せることは絶対ないので。なるほど。そのリクエストをした人、嫌いになります。シンプルに嫌いになると思いますので、絶対にしないでください。なるほど。まあそんなことはさておきですね。はい。寝ますか。はい。ここなかくら。こんにちは。で、今日10円ハゲの話はもうこの辺にしといてですね。はいはいはい。まあ、要はその、カズさんの真似したって、ね、思われる方がいるので、ちょっと説明だけ。なるほどなるほど。事実だよと。事実だって。現実をなぞっているのだよっていう。はい。そうだよね。そうそうそう。で、10円ハゲ治ったらちゃんとね、消しますので。ああ、なるほど。どんどんこれ濃くなっていくわけね。そうですね。でも1年ぐらいかかるらしいですからね。ああ、そう。はい。結構じゃあ長いスパンで。長い治療になってます。なるほど。いつまで10円ハゲの話をするか。じゃあ、ここから気持ちを切り替えてですね。はいはい。コンクリートを使って、今日はですね、はいはい。ニャマトをちょっと作っていこうかなと。おー、なるほど。お墓に、お墓は作ったけど、それプラスアルファ。はい。牛さん、ホルスタイン。なるほど。で、その時に、やっぱ首にベルつけてあげたいなっていう。あー、今の。はい。ここの。取りました、ベルさん。あ、今、あ、なんか取ったな。はい。で、最後それ持っといてください。はい。花輪とベルはやっぱね、つけたいなと。いるよね。たとえ体のバランスが悪くとも。マイクラの牛は、ベルさん、一旦忘れてください。了解。僕らには僕らの牛があると。オリジナリティで、行くわけやね。なるほど。そう言いましたら、カズさん、化け物しか作ってないことになる。なるほど。でもやっぱなんか、自分で考えて自分で作った感ってやっぱいいじゃないですか。あー、そうだね。クリーパーの時成功したのって、まず側を作ってから、
その反転とかを入れてったじゃないですか。ああ、そうだね。確かに。うん、確かに。なので、うん、黒をベースにじゃあ、なるほど。作って、後から、白を足して、はいはい、文様を作っていくと。うん、了解。まずは、まあ、四足歩行っすわね。四足だよね。足だよね。だから。もう、置いたもん勝ちみたいな。置いたもん勝ちえ、ガチって。バラバラになる。おめえな、化け物が出来上がるぞ。まずどっち向くかやね。あー、横かな、やっぱ横じゃない。どっちか向く感じで、こっちかこっちで感じ。そう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 。あ、で、こっち顔は、うん、あっち向きましょうか。あー、はっはっは。四つん這いになって、なるほど、首を曲げてる感じ。そう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 。オッケーオッケー。うん、お腹たるませたいでしょ。そうだよね。足長いか、これちょっと。いや、もっと足長い方が。足実は長かったですからね。黒っ。そう、形が全然わからん。形が全然わからん。白にしましょうか。そうだね。黒すごく分かりにくいです、ね、全然あ、そう、黒全然分からへんな。でもクリーパーが成功した時って、うん、まず一色やってから、あ、そっから取り直そうとしたそこまで扱おうぜできたんで、そこまで扱おうぜ何回もやっぱ言って、そ、成功取られんようにしたい。何やそれセリフ泥棒が おるって聞いとるんだからそう、自分や。ここなんかだけは自分や。セリフ泥棒がおるって聞いとるだろうが。乳首は、乳首ピンクに行きたいですね。ねえ、 B 乳首ちゃんと作らんと。はい、ボタンあればいいのにな。下っこボタンいいっすけどね。あ、ぽいやん。ねえ、なんとなくもうできとるよね。できてますよね。うん、ほんで顔って、うん、めちゃくちゃでかいんですよ。あー、顔でかいよね。顔縦長、縦長だよ、ね、超縦長。あ、いいいいいい、あ、いいよ。でもすごいやる気を感じる。やる気を感じる。めっちゃもういいやんこれ。下からのアグいいやん。ピンクすげえ、めっちゃいいやん。ベル付けさせていただいていいですか。どうぞ。思った感じと違いました。違った思った感じと違いました。これ下から、ちょっと下からつけるといいかもしれません。じゃあちょっとヨサが顔に悩んでる間に、徐々に黒い反転を、そうだね、と入れていきますわ。鼻が黒いんだよ、多分ね。鼻と目入れてみようぜ。そうですね。じゃあ、アニキさん目入れだってや。もちろん片方耳は黒だよな。お前のパンダにしか見えない。僕らパンダ作りました。何がいかんだよ。え、ちょっと待って。バランスが弱すぎるとパンダに見えるんでしょうね。そうだね。うん、これも顔が今 4メスなんで。4メス、うん。5メスの方がいいと思うんですよね。5メスにしようか。5メスだと真ん中取れるじゃないですか。ああ、そうだね。あの、5メスというのは5マスのことです。ちなみに。ちなみにね。そんな昼食今まで俺らずっと入れてこかって。スポンジのことスポンゲって言ったりとか。あれ、角って生えとったっけ。角あるよ。耳のちょい上とかで。こんなにマーブルじゃないんだな。塊が、そうですね。塊魂みたいな。塊魂。塊が大きいのか。メスは確かこうやってマーブルになるんですけど、うん、オスは真っ黒なんですよね。え、あ、そうなの。あ、いい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 い。ケツのデカさかな、やっぱ違う、カリンの。そうですね、もっとクイッと上がってますね。ケツがでかいもんね、そういえば。うん、牛ってらしくなってきたよ。どんどんらしくなってきましたね。もっと四角いというか角張ってるな。そうだね、四角上等みたいな。うん、そうかも。ドド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 。あ、めっめっちゃいい。良くなったよね。あ、全部黒じゃなくてもいいんだな。口白かったりするみたいですよ。あ、これすごいいいんじゃない、もしかして。ちょっと美味しいとこもらってもいいっすか。どうぞ。あ、ピンクね。あ、そうだ、ピンクだわ。あ、いいやいいや。これでどうすか。あ、いいやいいや。よしさん、うん、美味しいとこもらっちゃったっすけど、いいっすか。あ、いいいい、すげえ良くなったね。すごいお花が強調されてますけど。いや、これでいいと思う。すげえデフォルメされてて、すげえいいんじゃない。はい、頭ちょっと後ろだけ白でちょっとあれ埋めたいな、これ。ケツで取る頭がかわいそう。はい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 、オッケーです。じゃあちょっと鑑賞会。あ、いいっすね、これ。めちゃくちゃいいね。え、ちゃんと首輪のあのチリンチリンも見えるし。だよね、めちゃくちゃいいね。いいアクセントになってますよね、うん、いや、すげえいいんじゃない。これやりすぎなぐらいいいじゃないですか。これはかなり完成度高いと思う。逆にこのマスで表現できる、多分てっぺんやと思う。てっぺん取りましたよね。てっぺんやと思うよ、これ。フルスタインコンテスト、そうだよね、第1位。いや、優勝でしょ、これ。
これ以上あったら、はい、以上作って見せてほしいぐらいは。あ、このマスで11マスの、うん、ここで表現してくれた。そうそうそう、すげえこれに引っ張られるんじゃないですか、みんな。そうだよね、逆に。そうだな、うん、絶対お前鼻の周りピンクにするよな。しちゃうでしょうね、うん、このピンクにするのはやられたわ。この発想はなかったもん。はい、うん、すごくいいっていう感じで、はい、これで今度こそですね、うん、にゃもとさんが、うん、無事供養されたということで。そうだね、まあ、遅れた分も含めてですね、はいはい、2週、2週というか2日間かけて、はいはいはい、ずっとほったらかしでしたからね。じゃあね、その分も含めて、うん、いいのできた。はい、うん、豚さんのヒントのおかげでですね、おいい花も作れましたし。ヒントって、あっ、ヒントを。いや、ちょっとタグもなかったでさ。じゃあ、はい、こんな感じで、はい、いい感じのオブジェとかできましたので、はい、今後もね、うん、こういうのもなんかちょっと片手間でも作れるぐらい僕らになっちゃったんで。本当だよね、はい、すげえじゃん。こんなのをちょっと増やしていきたいなと、はいはい、思います。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あれだ、巻き潰しを裏でしておこう。あ、そうだね。